ユタ州の軍一覧は、アメリカ合衆国ユタ州内の軍の一覧である。ユタ州内には29個の軍がある。下は、アルファベット順である。ユタ州の軍一図1849年に、暫定的なデザレット州ができた時は、デイビス軍、アイアン軍、サンピート軍、ソルトレイク軍、トゥーイル軍、ユタ軍、ウィーバー軍の7軍が設立された。1851年に、 ユタ巡州が作られ、最初の巡州議会は1851年から1852年にかけて開催された。この最初の会期で、巡州法の下で、デザレット州にあった7軍を再設定し、さらにジューアブ軍、ミラード軍、ワシントン軍の3軍が設立された。その他の州については、 ダゲット軍とドゥーシェイン軍を除くすべての軍が1854年から1894年の間に、準州法に基づき準州議会で設立された。最後になった、この二つの軍は、ユタが州になった後に、住民投票及び知事の宣言によって創設された。現在のドゥーシェイン軍には1861年に創設されたインディアン居留地を含んでいる。 この居留地は1905年にホームステッド法によって土地を求める人々に解放され、ドゥーシェイン軍は1913年に設立された。現在のダゲット軍の住人は悪路や悪天候の中をユインタ軍の軍庁所在地であるバーナルまで400、内し800マイルも行かなければならなかった。1917年、ユインタ軍全住人が投票でダゲット軍の創設を決めた。 2010年国勢調査によれば、ユタ州の人口は276万3885人である。その75%以上が、ソルトレーク、ユタ、デイビス及びウィーバーのワサッチフロントと呼ばれる4軍に集中している。ソルトレーク軍の人口は102 9655人と、州内最大であり、続いて、ユタ軍の51万6564人。 デイビス軍の30万6479人、ウィーバー軍の23万1236人となっている。ダゲット軍が最も少なく1059人である。面積では、サンフアン軍が7821平方マイルと最も大きく、デイビス軍が304平方マイルと最も小さい。ユタ順州にあった軍のうち10軍は他の州、または ユタ州の軍に吸収されて廃止された。ありがとうございます。